有線で喘ぎ声がって言われてる。え、なんかさ、そう、なんか有線でマリバコが流れてるらしいやん。ね、キバチ、聞いた？マリバコがさ、有線で流れてるところ聞いたことある？なんかそれを、まあ、それ、あ、さ、ちょっとさ、キバチさ、呆れないで聞いてほしいんだけどね。船長は、最初に、なんか有線で流れますみたいなことを、なんか、流すみたいな話が来てますみたいな、マネージャーに言われたときに、船長、もう本当に恥ずかしいことに、なんか有線って船長の脳内では、漢字だったの。有線って。漢字だったの。で、マネージャーから来た文章では、ローマ字で、有線って書いてあったの。で、船長は、有線って何のことだかわかんなくて、有線で流れるみたいですみたいな。来たときに、流したいみたいな、来てるんですけど、みたいな言われたときに船長は、あーなんか、ラジオかなんかかなみたいな。あ、なんか、言うなんとか、みたいな。言うなんとかみたいな、ラジオの番組かなみたいな。で、ラジオのなんか番組の合間の CM みたいなところで、チラッと流れる的なやつかなと思って、ああ、いいですよ、OK ですって言ったの。船長、何のことだか分かってなくて、なんかそういう系かなと思って、ああ、OK です、OK ですって言ったんです。そしたら、なんか、後から街中で流れてるって気づいて、えって思って。もうカラオケでさ、歌ったらさ、空気が終わると思っていた、このマリバコがまさか、街中の空気を終わらせているなんて思わず、びっくりしてしまいました。でもね、反響的にはね、やっぱりはぁ、はぁ、はぁっていうね、ね、いかがわしい、喘ぎ声のターンがね、あるというのは、やはりちょっと多少の問題があり、ね、なんか後からね、喘ぎ声を小さくしたバージョンみたいのがね、なんかね、作られていた様子があったんですが、今流れてんの多分喘ぎ声を縮めたバージョンじゃないかなって思うんだけど、どうでしょうか。なんかね、そう、流れ始めて3日目くらいに、マネージャーから連絡があって、ちょっと喘ぎ声を縮めたバージョン作っていただきました、みたいな、連絡来てて。もうちょっともう、ふさわしくなさすぎて喘ぎ声消されてしまってるやんって思いました。口外。すいません。うちは船長の意思じゃないんです。ちょっと、すいません。よく分かってなかったんです。すいません。本当失礼しました。